ポンジの面白い使い方。ボー、はい、縄張りバトルって、相手チームだといけない場所ってあるんですよ。自分のチームだとスポンジがあって、敵のリスポーン前まで、まあ、行けることってありますよね。まあ、自分のチームしか行けないとこって、まあ、縄張り結構あるんですけど、このスポンジを使って、今日は、相手チームのリスポーン前まで行きたいと思います。まあ、これ一人じゃ無理なんだけど、協力者がいないと、相手チームにスパイ、もしくは協力者がいないと、できないんだけど、ここの、これ、このスポンジを自分乗っちゃえば、相手から、あ、撃ってください。こう相手に大きくしてもらえれば、いけないとこいけるんだよ。ガチマッチとかこういうとこ来れるけど、やっぱ縄張り来れないじゃん。まあ、ここのスポンジ使って、協力者がいればできると。ねえ、なんで異人じゃん。ねえ、さっき恨みでもあんの？なんで、何これ。なんで、怖い。やだ。いじめだって、これ。やっ、逃げるぜ。くらえ。ムツゴロウも、ここにあります。よし。大きくしてもらおう。よし。ほら。相手のリス前まで来れるの。ここ本当は来れないからね。来れちゃうんですよ。